はい、ヒルビール放送局 M キャストのまこねーです。今日はね、昨日と違ってすごい天気が良くて、まあ天気はいいけど黄砂がすごいんだよね。まあ今の時間はそうでもないのかな。朝私が帰ってくるときは本当いつも見える遠くの山が全然見えないみたいな感じで、いや今日はすごいねみたいな感じだったんだけど、まあ幸いね、窓開けずに行ったし、仕事行くとき窓開けなくて行ったし、まあ帰ってきて窓開けても、まあ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 、いっかみたいな。まあ部屋は掃除すればいいしね。まあそんな中、昨日届いたばっかのウィッシュで買った洋服が、なんかどうしても着てみたくて、着て、わざわざ、普段ね、私は百均に行くのにメイクすることはないんだけど、だっていつもすっぴんで、もう、ボロボロの状態で、帰りにスーパー寄って、スーパーの百均に寄るってことはあるけども、そう、わざわざ帰ってきてから着替えてメイクして行くなんてことはまずないんだけど、まあ、珍しく、メイクして、で、スタスタと、スーパーに行って、百均に行って、百均から帰ってきた。まあ、そのまま、ご飯作って、まあ、食べたんだけど、まあ、ちょっとね、残ってたキャベツ。まあ、キャベツってさ、3月ぐらいが最盛期なのね。うん。で、4月になると、まあ、スーパーですごい投げ売りのように安く出てるの。そう、新潟はね。まあでもスーパーの投げ売りの時期が終わって、今はちょっとまた普通の値段に戻ったっていうか、ちょっと高くなって170円ぐらいかな。そう、消費税込みで200円ぐらいになるかどうかぐらいの金額になってるんだけど、まあちょっと前まで100円でゴロゴロ売ってたわけ。で、100円でゴロゴロ売ってた時に、まあまとめて買ってたやつが、まあ最後に残ったのを、ザクザクって切って、まあお味噌汁の中入れの、で、今日帰りに取ってきたよもぎを刻んで入れの、あとなんだっけ、あ、もらってた小松菜を入れのってしてるうちにものすごい量になって、そう、ものすごい量になったんだけど、まあまあまあ全部旅行食野菜だし、あ、そうだ、人参も買ってきたんだ。雪下人参がまだ安く売ってたから、まあ、買ってきて、まあそれもね、まあ、本当、げんこつぐらいのサイズのやつ、もう私のげんこつでかいからなんだけどさ、ぐらいのやつが、10個ぐらい入ってるのを買ってきて、まあ、それも110円だったかな。まあ、でもさ、110円でいっぱい入ってるからいいと思っても、食べないとね、すぐダメになっちゃうから、うん、冬じゃないからさ、まあ、だから、まあ、1個半分にバサッて、もう本当、縦にバサッて切って、ボボって入れて、まあ煮て食べたんだよ。あ、そうしたらすごい量になって、まあ、食べた途端、うわー、クッて寝ちゃってさ。気がついたらもう4時だよ。あれ、また今日もちょっと寝る時間どうなっちゃうんだろう。まあまあまあ、それはそれで良しとして、まあ明日ね、今日は夜も仕事ないし、明日の朝も仕事ないから、まあね、多少、変な時間にいても、まあ、明日また修正すればいいや、なんて、ちょっと軽い気持ちで言ってます。で、今日の M キャストは、今日も16時間断食とのコラボ企画ということで、自分のチャンネルの中で同じポッドキャストで、違うポッドキャストだけども、自分のチャンネルの中で、リストが被るってだけでさ、コラボって言っちゃってる私もどうかと思うんだけど、まあまあいいでしょう。そんなわけで今日もコラボ企画でやっていきます。で、昨日の予定では今日は、睡眠についてお話しようかなと思ってたんだけど、まあ、睡眠に関してはね、再三16時間断食の反省会の中で、まあ、毎週、睡眠データを見ながら、ああだね、こうだねって言ってお話してるので、まあそこは割愛してもいいかなと思って、で、まあたまたまでもないんだけどさ、まあモニプラから、酵素のサプリが届いてて、まあそのレビューをする都合もあり、じゃあ今日は、いまいちよくわかんないけどダイエットには重要そうな
酵素について調べながら、私もね、なんか、なんて言うんだろう、アウトプットで使ってる、今日のアウトプットで使ってるテキストの中には、酵素ね、本当に一項目出てくるんだけど、あんまり詳しいこと書いてないのよ。そう。で、もしかしてまだ世の中でよくは分かってないものかもしれないけど、まあ、そのね、酵素のサプリをいただいてて、まあ、そのね、レビューがてら、まあ、酵素を調べてたのよ。まあ、そこをちょっとね、皆さんと共有していきたいなと思ってます。そんなわけで、無理やりこじつけたような、レビューものプラス、16時間断食の、プラス、Mキャスト。というわけで、今日も、30分ぐらいお話にお付き合いください。そんなわけでですね、今、その資料を出そうとしてるんですが、くるくる回って動かない。そんなわけで、ちょっとストップ。まあ、今回、モニプラでいただいたサプリなんだけど、まあ、モニプラ楽しみに再開したつもりだったんだけど、なんかモニプラのレビューをするよりも、よっぽどポッドキャストで好きなこと喋ってる方が何倍も楽しいので、モニプラは今回の商品で卒業したいと思います。たった3つだけだったけど、まあまあまあ。まあね、自分が別に欲しい商品じゃないのをもらっても、やっぱなんか気持ちが乗らない。当たれば嬉しいけど、気持ちが乗らないから、まあ今回でちょっと、おさらばっていうことにして、まあレビューものがしたくなったらまた YouTube とかね、いろんな広告見て、面白さそうなの買ってレビューしてみようっていうのを、まあいずれまたやるかもしれないけど、今はとりあえずまあいいかな、っていうことです。なので、まあレビューものの、お話は今日が最後ということになりますが、まあね、レビューものの、前回レビューしたやつも、アクセスが伸びてるわけじゃなくて、そうそう、まあ、みんなそういうのはあんまり好きじゃないんだな、というふうに勝手に思い込んでます。そんなわけで、レビューものなんですけど、今回は、玄米酵素。で、株式会社玄米酵素っていう会社があってね、結構古い会社で、まあ、このサプリは、もしかしたらね、なんかいろんな人が見たことはあるかもしれないな。私はね、実家の母が、買ってたのを見たことがある気がするんだよな。でも私も1回、2回食べたことあるなっていうようなものなんですけども。まあ、要するに、玄米の中にある酵素、まあ、を抽出して、まあ、玄米の殻ですよね。まあ、殻を、多分ね、これ、潰して発酵、潰して、麹と発酵させて乾燥させたみたいな、そんな製法だと思うんだけど、まあ、結構古くからあるサプリメーカー、日本でもね、朗報の、サプリメーカーだと思うな。うん。でね、今は、その酵素も、ごめんなさいね。鼻水が出ちゃった。玄米酵素の中に、まあ、ビフィズス菌が入ってるものとか、ビーポーレン、花粉だよね。うん。ビーポーレンが入ってるものとか、グルカンが入ってるものとか、まあ、いろんなパターンがあるんだけど、私ね、まあ、正直言うよ。このね、玄米酵素の商品、玄米酵素の商品自体はすごいいいと思うんだけど、だからって、ビフィズス菌、スピルリナ、そう、グルカン、ビポレン、みんなプレーンっていうのもあるのよ、何も入ってないってやつ。プレーン一つでいいんじゃねっていうふうに、まあ正直、このパンフレット見ながら思うわけよ。そう、いや、ビポレンはビポレンで素晴らしいものだし、グルカンはグルカンで必要な人がいるだろうし、ビフィズス菌でさ、必要な人もいるんだろうけど、なんだろう、これってさ、でも、本当はちょっとずつ全部必要なものじゃん。うん。ちょっとずつ必要だから、だったら、ビフィズス菌もグルカンもビーポーレンも少しずつプレーンの中に入れたやつを出せばいいんじゃねって。そう、いや、もちろん原価は高くなるかもしれないけど、いや、これだけ欲しいっていうのはちょっとどうなんだろうかなって。健康、栄養学的には、
必須栄養素って一つだけ取っても意味がなくて、必須栄養素は全部取った、全部少しずつ必要なんだけど、一番足りてないものの基準に合わせて、それ以外の余ってるものは全部体に排出されるわけよ。そう。だから、かなり、低レベルでもいいから、全部の59種類だったかな。59種類の栄養素全部が体の中に入ってないと、レベルよ、体の塩梅良くないわけよ。で、その最低レベルが高ければ健康にすごく元気だし、低ければ良くないしっていうことなんだけど、そういう意味では、必須栄養素が入ってるもの、まあ、これはビーポーレンは必須栄養素系だよね。そう。スピルリナもまあそうだよね。まあだから、どうなんだろう。まあ一般的な消費者がこれ見て、私にはこれが必要だなって思って買うのかって言ったら、俺そうかなーなんて思いながら見ちゃってるんだけど、まあ、欲しい人は欲しいんだろうな。まあね、ビーポーレンもさ、まあビーポーレンだけのサプリとかももちろんあるけど、まあ高いっちゃ高いしね。まあね、まあ、私がお財布を開くわけじゃないんで、まあいいですけど。他にはね、ここの会社ね、まあこの間飲んだ肺元気とか、まあ、ビタミン C 系があったりとか、まあ、お化粧品もあるんだよね。化粧品も、これには載ってないけど、まあ、ウェブで見ると書いてあったな。そう、今やってないのかな？もしかしたら嘘情報かもしれないけど。まあ、そんな中で、まあ、今回は、ビフィズス菌が入ってるやつかな。そうなん、ビフィズス菌が入ってる、玄米酵素が届いて、それを食べてみたと。でね、このビフィズス菌が入った 玄米酵素なんだけどさ、見てみると、まあ、水でのな流し込んでもいいし、もも噛んでもいいんだけどさ、まあ、噛んでみても、本当玄米の香りがする感じで、全然違和感がなく、私はね、美味しいなと思って食べた。そう。ただね、これね、目安として、1袋、1日3袋から9、3袋から9袋が目安ですって書いてあるんだけどさ、なんだろう。どっかで見たんだよな。体重10キロに対して、1日ね、体重10キロに対して1袋ってどっか書いてあったのよ。ってことは100キロを超えてる私はさ、1日10袋なのよ。で、10袋っていうと、これ見ると、ビーポーレンのやつは、1袋115円だから、まあ、1日1200円。そう、これに1日1200円かけろっていうのは、ちょっと私はかなり厳しいな。プレーンのやつでも448円。ってことは、まあ、1日600円。まあ、これならよっぽどって感じだけど、そういう意味では、現実的に私はこれを注文して、まあ、継続的に飲めるかって言ったら、他のサプリ同様、高級サプリではあるのね。ただね、玄米酵素っていうのを調べれば調べるほど、まあ、必要なものではあるんだろうなというふうには思ってて、まあ、玄米酵素じゃなくて、まあ、酵素をどうやって取り入れるかということを、今日これから皆さんとちょっとシェアしていきたいと思ってます。さあ、いよいよ、まあ、レビューの時間は終了。ここから本題、16時間ダイエットと酵素と健康とダイエットの話です。はい、ですね、まあ、事前に調べたと言っても、まあ、チャット AI ね、こそっと聞いただけなんですけど。そう。まあね、先ほどお話した玄米酵素株式会社の、初めてブックっていうのを見ると、まあ、事細かく結構書いてあるんですけど、なんかね、いまいちね、なんだろうな、わかんないんだよね。見ると、玄米と白米の栄養素の違いとかさ、
日本人が昔から食べてきた主食とかさ、麹発酵食品とか、まあ、書いてあるんだけど、じゃあ酵素って何よっていうところを見ると、ほんとさ、なんかちんぷんかんぷんなのよ。そうで、いろんな資料を開いてみたんだけど、まあ割合とちんぷんかんぷんで、まあ私もさ、いまいちわからないの、正直。でね、ここで書いてあるのをそのまま読むと、酵素って何っていう項目があって、読んでみると、酵素を簡単に表すと、働くタンパク質。生き物ではありません。体内で起こる化学反応を助ける働きがあり、生命活動を支えています。代表的なのは、食べたものの分解を助ける酵素。でんぷんやタンパク質を細かく切り、栄養素を体内に吸収しやすい形に変えてくれます。また、お酒やアルコール分を分解するのも酵素の力で働いています。酵素の中にはビタミンなどの補酵素と一緒になることで働きやすくなるものもあります。わかった。わかった。わかったぞ。思い出したぞ。そう。思い出してきた。うちらさ、うちらというか、これも今日のアウトプットの世界の話だね。そう、ちょっと資料を持ってくるのは、そう、それを見ながら話しよう。ようやく酵素が分かったて。そういえばテキストの中で私、お話ししてた気がする。まあ、分かりやすく言うと、そう、まあ、私たちいろんな食べ物を食べるじゃない。食べ物がお腹の中に入ってきた時に、その中でエネルギーとして使うものと、エネルギーとして使い切れないものは脂肪細胞に蓄えられるの。で、その食べ物を分解細かくして、いろんな栄養素を取り出したりする役目をするのが酵素だわ。そう、酵素がないと食べ物が分解されないんだよ。そうだった。そうそうそう、確かそうだった。間違いない。まあ、そんなわけで、もう一回整理しましょう。酵素は体に入ってきた食べ物を分解することをしてます。で、分解をしているんだけど、じゃあ、まあ、酵素と健康とダイエットの生活を見ていくと、まあ、やっぱ近年酵素は注目されるようになり、健康にも効果があると言われています。酵素は体内で行われる多くの化学物質の媒介として働き、この媒介という言葉がよく分からなかったんだよな。 イメージはできるんだけど、そう、代謝の促進、消化の助けをする。そうね、代謝の促進と消化の助けだから、やっぱ新陳代謝。新陳代謝って、消費することも貯めることも新陳代謝って言うんだけど、そう、代謝って言うんだけど、まあ、一般的には体に溜まってるエネルギーを、かかってる脂肪をね、燃焼させて、まあ、分解して燃焼させるってことが、まあ、代謝って思われてるから、まあ、それでいこう。そうで、まあ、代謝を、酵素を摂取することで、まあ、代謝が高まって体内の老廃物が排出しやすくなる。これは大事だ。これは私の体に必要。 なんか今日テンションおかしいな。 まあいい。そう、まあ今日は全体の流れを頭の中で把握しなくて、もう行き当たりばったりで喋ってる感たっぷりなんだけど、まあ、それくらいね、私ね、酵素がいまいちよく分からなかったのよ。そう、本当に。で、まあ、酵素とダイエットは、まあ、そうなれば、まあ、もちろんダイエットとして酵素は必要だよね。まあ、酵素ね。そう。かといって、酵素を摂取するのって意外と難しいんだよね。まあ、酵素飲料とか、酵素ドリンクとかさ、まあ、昔モニプラでもらってさ、飲んだことあるんだけど、まあ、美味しくないのよ、ぶっちゃけ。結構さ、酵素ドリンクの、サプリの販売をしているとか言って、まあ、自家製酵素ドリンクの作り方みたいな講座とかさ、受けたことあるんだけど、まあ、ぶっちゃけね、美味しくないのよ。まあ、酵素ドリンクとか多分さ、バナナとかから家で簡単に作れると思うんだよね。
まあでも、今だからこそ酵素ドリンクの作り方を研究する必要があるかもしれない。私はね、そう、ちょっと待ってね、ちょっと酵素ドリンクの、はい、ちょっと自分の世界に入ってしまってました。ごめんなさい。何をどこまで話したかも忘れてしまった。ちょっと立ち戻ってお話しようかな。酵素とダイエット、食べたものを分解して、吸収しやすくすることに酵素が必要だってことになれば、やっぱダイエットには非常に重要な、食材というかタンパク質ということになるわけよね。それで、酵素を含むものっていう代表的なものっていうと、バナナとかアボカド、キャベツ、などなどなんだけど、調べてみたところ生野菜がいいみたい。熱を加えると芳しくないみたいね。で、生野菜としては、トマト、キュウイって野菜なんだ。オレンジ、アボカド、キャベツ、タイムリーね。そう、アボカドね。私、アボカドをわさび醤油で食べるのがすごい好きなんだよね。そうするとお酒が飲みたくなっちゃう。アボカドもたまに買ってくるぐらいはいいか。スムージーとかにしてもいいよね。そう。オレンジね、私、柑橘系苦手なんだよな。キュウイもね、1個90円くらいで売ってるけどさ、キュウイもね、皮むくのめんどくさいんだよね。トマトは大好き。いつもトマトジュース飲んでる。これトマトジュースじゃダメなのかな？それを置いといて。トマトジュースもね、ちょっと暖かくなって、で、冷蔵庫に、あ、一冬開けたまま置いとく、冷蔵庫に入れて置いとくと、発酵して、言われてみれば、抗酸化飲料みたいな味するよね。発酵食品として食べる。納豆、キムチ、醤油、味噌、ヨーグルト。あ、ヨーグルトね。ヨーグルトもちょっと食べてないな。あとはサプリ、ジュース、スムージーなど。積極的に取ろうと思えば、わざわざサプリを買わなくても取れるもんではあるんだね。よし、わかった。私は、今まであまり意識しなかったけど、発酵食品はね、最近取るようにしてるから、ヨーグルトとかを積極的に取り入れて、酵素を積極的に食べるということを、これから実践してみよう。そう。でね、一緒に今調べたんだけど、確かね、自宅で作る酵素ドリンクっていう、こう、あの、こういう、そういう講座を受けたことあるから、それならば、おそらく、簡単に出てくるなと思って調べてみた。そしたら、自宅で作る酵素ドリンクっていう、レシピが出てきたんだけど、私がね、バナナ、パイナップル、キウイを入れるって書いたら、その通りに チャット AI が出してきたんだけど、私、それぞれかけて書いたのに結構、大雑把に来やがってこいつ。材料はバナナ、パイナップル、キウイ。バナナ1個、パイナップル4分の1、キウイ1個。ね。そう。で、で、砂糖適量。で、これは発酵させる作り方なんだけど、一番最初出てきた時は、砂糖適量、水適量入れて、で、スムージーっぽくして、そのまま飲めっていう風な内容だったんだけど、これは、ミキサーに入れて、砂糖をちょっと加えてね、で、かき混ぜた後、水を加えて、瓶に移して、しっかり蓋を閉めて、常温で3日間発酵させます。要するに発酵させて、発酵させたものを、飲むっていうものね。スムージーをさ、3日間常温で発酵させたものを飲むって、ちょっと勇気いると思わない？ 私は勇気いるんだよね。ちょっと、でもそれは冷やしてお楽しみくださいが、冷蔵庫に入れて、それを、どうだろう、1日 500cc ぐらい、朝飲めるように、ちょっとこれからの季節試してみようかな。まずはミキサーかえって感じだけどさ。ついでに Amazon で見てみたら、ミキサー3000円、4000円で 500cc ぐらいの買えるから、そうね。
うちの冷蔵庫に入るサイズって、まあ大きくても1リットルぐらいの蓋が閉まるようなやつだろうから、まあ1リットルぐらいね、まあ2日に一遍作るぐらいな感じでやれば、まあできるのかな。まあ2本作って4リッターで、まあ4日に1回ぐらい仕込むみたいな勢いだったら、まあできるのかな。まあちょっとやれると思うからやってみよう。まあコースはね、どっちにしても私はね、サプリで取るっていうよりは、まあ日常的に食べてるものから取った方が全然経済的だと思うんだよね。ヨーグルトもね、ヨーグルトもうちヨーグルトメーカーあるので、ヨーグルトもまあちょっと積極的に作ってみようと思うんですが、まあそんなわけでよくよく考えてみたら、酵素と健康とダイエット非常に重要じゃないですか。 もう一回整理します。酵素は食べたものを体の中で分解して、いろんな栄養素に分けたりすることがお仕事なんです。そう、その分けられた栄養素がまあね、脂質だったら、まあ使われないエネルギーは脂肪になっちゃう。使われるのは消費される。そう、まあ、脂質もそうだし、糖質もそうだし、タンパク質もそう。まあ、なので、そこをスムーズにやれるかどうかで、非常に胃の負担も減るし、胃の負担が改善されれば、まあ、便秘にもなりづらし、下痢も改善される。そう、そして老廃物も代謝も促される。そういう意味では酵素はダイエットに非常に重要な要素ですね。よし、私は酵素を積極的に取り入れていくっていうことを、この夏、今の食事の中にプラス酵素を積極的に取り入れるっていうのは、まあ、発酵食品は結構入れてるけども、それ以上にバナナとか、まあ、野菜と、果物からしっかり酵素を取るってことを研究して、この夏を迎えたいと思います。そんなわけで、まあ、何分ぐらい喋ったか分かんないけど、まあおそらく20分か30分ぐらい喋ってるでしょう。 まあ今日はね、行き当たりばったりの、お話でしたが、酵素について皆さんにお話しながら、私が一番正しく理解したっていうことを皆さんにお伝えして、今週最後の M キャストはこれで終わりとなります。また来週月曜日10時からお待ちしてます。そう、まあ、来週はね、16時間断食の話からちょっと離れて、またちょっと違う切り口の話を1週間通して聞いていきたいななんて思ってるんですが、まあこんなテーマで喋ってくれないかみたいなリクエストがありましたら、コメント欄にお書きください。そうね、まあどんな内容でもささっと調べて、ささっと私流の解釈、私流の考え方をまとめてお話しできると思います。まあね、こういうテーマでお話ししてくださいっていう中で、そのリクエストをくれた方の考え方が明確にあって、まあその考え方についてっていう話でももちろんいいんですけども、まあね、大体の場合普通の人と私感覚はずれてるんで、大体お互いに気持ちいい話にならないんですね。 だからまあザクッとしたテーマで、まあこんな話みたいなのでリクエストいただけると、ありがたいです。まあアニメの話をしろとかでもいいし、まあ最近話題のね、アニメの話でもいいと思うし、今週週末から名探偵コナンの最新作が上映されてるので、まあ、名探偵コナンについてちょっとお話を聞きたいとか、まあ、そういうのでもいいと思います。まあ、ざっくりした、テーマを提供していただければ、それについて、また、まあ、コイズム全開でお話していきたいと思いますので、ぜひ、何かしらコメントいただけると嬉しいです。よく言うよね、最初コメントいらないって言ってたのに。ちょっとね、ポッドキャストをやりながら、ようやくなんか、自分の心がね、元気になっていくのがわかる。やっぱ、声を出すって重要なのね。そう。まあ、そんなわけで、今日の M キャスト、まあ、今週の M キャストはこれで終わりになります。また来週。皆さん、良い週末を。バイバイ。またね。